最後にしてちょっとチルしてるんですけども、ライムスターのみんなと VJ のリコです。で、あのみんなね、ライムスタービデオ見たことあると思うけど、誰が誰かちょっと分かんないかと思うんで、この機会を借りてですね、メンバー紹介よし、まず俺から。俺がちょんまげの酔っ払いのライマー MAD ことマミー D。 そんでもって俺がもう一人のこのラッパーで、今日は見せないがピカッと光るハゲ頭が目印、 SHIRO シローこと、うーたまるーたまるーたまるだ。そんで DJ のジンです、よろしく。よろしく。よろしく。ルーパーです、よろしく。よろしく。てな感じで俺たち4人が RHYMESTER ライブスター、ライブしにやってきたって感じだな。今日はライブスター、うん、いや、ライブ生中継。あ、お宅に生中継、ここリュウグウにライブスターやってきてくれたんですけど、原宿リュウグウにて、うん、B-Boy ダイナーリュウグウに行ってやってるジャムズなんですけども、あのすごいね、耳を貸すべき流してからすごい反響が来てるんですよ。10月からね、うん、流し始めたんだけど、あのだいたいほらああいう形、今までライブでのオオカミとかは流したことあるんだけども、あの形での、ね、日本語ラップのビデオって、まあ、実質これが初めてだから、まあ、見た人は今までほら日本語ラップ聴いてる人は絶対ライブスター知ってる人、みんな聴いてて、おやっとかって思った人も多いと思うんだけど、全然日本語ラップ聴いてなかったような人も、あんなこういうことが日本語でできるんですねみたいなファックスが来るのよ。なるほど、うん、ね、ライブスターね、あの髪の長い人ってどういう人なんですかとか、うん、お手紙も来るんで、もっとあなたのいろいろなことも知りたい、血液型とか教えてくださいとか、うん、それは、まあ、また別の機会ライムスター結成古いんだよね。ライムスターはね、だいたい89年ぐらい、うん、古いよね、だってかれこれ7、8年やってるわけでしょ。ほんと日本のヒップホップ、日本語のでラップするっていうのが始まったに等しい時期からやってるから、ね、ファーストアルバム何年出たんだっけ。93年あの俺に言わせるよね、まあ、彼女もちょっと参加してるやつなんだけどねそういうアルバムがですね、90、これが93でしょ。93年で、セカンドアルバムのエゴトピアっていうのが95年、うんうん、そうだよね。もう実はですね、まあ、のビデオは耳を貸すべきが、まあ、デビューなんですけど、あの実はもうアルバムがすでに2枚も出てまして、本当にみんなこう、ね、日本語だからこう歌詞カードちゃんとついてるし、聞けばわかるんだけど、歌詞すごいなって私は思うのね、いつも。そう、聞きやすいし、ライムスターの歌詞は特に日本語ラップの中でも。よろしくそのなんていうかなそこって結構ライムスターの特質っていうか、うん、他のグループと全然違うとこでもあるじゃん、うん、やっぱりみんなに覚えて口ずさんでほしいし、うん、なるべく分かりやすい言葉を使って、かつガシガシガシと韻を踏む、韻を踏むって分かるかな、言葉尻を同じ音っぽく聞かして、簡単に言うとね、ものすごく簡単に言うと同じ音っぽく聞かして耳に入りやすくする、うん、歌として。ラップも歌だからさ、うん、そうやってこう耳に入りやすく、安い構造で作るようには心がけてる、確実に、うん、かつリズムが生まれるから韻を踏むと、うんうん、それでフロー、フローそれがフローですね。フロー、そうなんですよ、それがフローになる。フロー、ラップはただのあのなんとかかんとかなんとかでって喋りじゃないんだぜ、だからね、分かっておいてくれ。そうね、そうだよね、世の中の人はそういうふうに思ってる人も多いからね、うん、あのれっきとした音楽だし、うん、歌だし、うん、歌心もあるんです、ライムスターね、聞けば分かると思うんだけど、ちょっと耳を、皆さんの耳を借りる、耳を耳を貸す耳をじゃあのせっかくですから、メンバーからですね、そのビデオを振ってもらいましょう。こいつはマジでシリアスなメッセージを含んだ曲だから、とりあえずゆっくりと歌詞に耳を貸してくれ。そんでもって俺たちの曲にバッチリ耳を貸す。